ミノルタ SRT101 でのミラーアップミラーアップとは一眼レフカメラにおいてシャッターを切る前に前もってミラーを上げた状態で止めておく機能であるミラーアップしたキャノン EOS-1N とミノルタ SRT101 旧式のカメラでは丸印で示すようなつまみの操作でミラーアップするが比較的新しい電子制御のカメラではキャノン EOS-1N のように コマンド操作でミラーアップするものもある。ダイヤル式操作、富士フィルムファインピックス s 5プロミラーアップはニコン F など初期の一眼レフカメラには必須の機能だったが逆望遠型の広角レンズのラインナップが充実したため必ずしも必須とは言えなくなった。現在では一部の高級機を中心にミラーアップ機能を装備している。ほとんどの一眼レフカメラはミラーの反射光によって TTL 露出計による速攻を行っている。また、オートフォーカス式の一眼レフカメラの多くでは、レンズからの像をミラーで反射させてから AF センサーに導いている。これらのカメラでは、ミラーアップしている間は、それぞれ露出調整機能やオートフォーカス機能が働かない。次の二つの理由から必要とされる、逆望遠型の登場以前、画像が結像する場所は、レンズから、 焦点距離だけ離れた場所か、それより後ろにあった。すると、広角レンズの場合、レンズの末尾がミラーより後ろに来てしまう。このため、広角レンズ使用時はミラーアップが必要であった。広角レンズのピント合わせは目測で十分だが、ミラーアップするとピント合わせだけでなく、フレーミングも不可能となってしまうため、正確なフレーミングが必要な場合は、外付けのファインダーを使用する。 幸いなことに、広角では、外付けファインダーでもパララックスの影響は小さい。天体撮影や顕微鏡撮影などの勾配率での撮影は、わずかな振動でも像のブレにつながる。そのため、撮影に伴う機械的ショックは可能な限り、抑制したい。レリーズボタンの操作によるブレは、レリーズケーブルを使った、リモートレリーズか、セルフタイマーで回避する。 シャッターによるショックは避けられないが、大抵のシャッターは高速動作のために軽く作られているので、シャッターのショックは比較的には小さい。ミラーはシャッター動作の直前にカメラ内部で激しく動作するため、カメラに与えるショックは大きい。ミラーによるこのような揺れはミラーショックと呼ばれている。これを避けるためミラーによる揺れが生じないように事前にミラーアップしてからシャッターを切る。 ありがとうございます。